上陸は中上から上陸したというのは聞いていますけど、この辺ではあんまりできなかった、何でもなかったみたいですけど、もう首里まで来ているよ、アメリカは来ているよと、上陸しているよと言ったから、私たちはもう逃げたから歩いて、あの時は雨降りでね、数万房数だったと思います。もう日もわからない、何日になっているかわからないくらいでしたから、みんなもう荷物持ってる人は少なくとももう持たせて、もう歩いて逃げたんですよ。このブロックから出て、このくちんだの白川小学校のところの山のところから歩いて行って、下白まで行ったんです。思い出してももう 怖いんです。全部覚えています。どこに逃げた、どの午後に入ったって 覚えていますよ、もう もうこれはちゃんと注意していますから、もう泣かなかったんです、あんまり。泣いたら殺されるよとか、あったの覚えてないですけど、もう死んでいる人がもう道のそばにいっぱいいて、この中から通っていったんですよ。道のそばをもうみんな兵隊とか民間人とか、もうこっちからアメリカ来てから、上陸してきたから、もうできないから、もう自分の部落で死ぬ方がいいと思って、おじいさんもおばあさんも言ってから、みんなまた夕方になってからこっち来て、歩いてきて、もう夜、また今の運動場、あっちの下に壕がありましたから、あっちに入ろうとしたら、2、3歳の子供が死んで前に置かれていたから、これも片付けてからこっちに入っていたんです、みんな。また翌朝になったから、もうアメリカがまた来てから、もうね、全部出されてから、鉄砲も持って出なさいって。出されて、だから部落の今、東側に車、アメリカの車に車が止まっていて、これに乗せられて、みんな乗せられて、またあっちに、金城君のところに行ったんです。またあっちで止まって、1日は止まってから、また汽車場、中城の汽車場のところに連れて行かない。時は半年ぐらいはいましたかね、汽車場順々には。もっといたかね、1年ぐらいいたかね。またこっちから、こっちはメーバルというところに、今の松田というところに、またあっちに連れて行かれて。それからまた、もう何ヶ月と覚えていませんけど それからまた船越に連れてこられて、船越の避難小屋に入れられて、またこっちの東側の畑の中にみんなでお家作って、避難作ってからもう何か所といて、こっちに入れられて。そうしてから自分たちもで何か集めてから、材料を集めてからお家作ってこっちに来たんです。もう何にもなかったんです。何にもなくてもこれ配給でした。給食食べるのは何でも配給でした。配給でしたから芋をまた芋取ってきて食べて よその畑でもどこでもあるところから取ってきて食べていました。あんまり遠くまでは行かなかったんです。怖くて、アメリカがいますからね、女はもう戦争に亡くなった人はかわいそうです。ご飯もなかったし、今もいつまでもこんな栄養が続くかねえと思っている。